今日は演歌を聴いた外国人の反応です。演歌は演説歌を略したもので、自由民権運動が高まっていた19世紀末、明治政府の方針により演説に対する取り締まりが厳しくなっていった際に、演説を行う代わりに歌を歌うようになったことが演歌の始まりであるそうです。明治後半には政治風刺ではなく、心情を題材にした社会風刺的なものが歌われ始め、次第に一つの音楽分野として認識されるようになっていきました。昭和初期にはレコードの発売により商業主義的な流行歌が登場し、しばらく演歌人気は影を潜めるようになってしまうのですが、1950年代に入ると民謡等をベースにした現在の演歌に近い楽曲が作られるように。その後、美空ひばりさんなどの大スターの登場により演歌は黄金期を迎え、日本を代表する音楽としてその地位を確立することになります。翻訳元の映像は永山陽子さんが歌うガラス坂、タイトルはジャパニーズ演歌ソングというシンプルなものなのですが、再生回数は45万回以上、コメントもほぼ外国人のもので300以上寄せられていました。